ちゃこんにちは、はい、さあ豊さん今日で開幕からちょうど2週間、はい、まあ、まだ2週間もう2週間というふうに捉える方もいらっしゃるかと思いますが、結構ね3連戦を振り返るはね、うん、結構しんどいんでまた始まったの3連戦もうね本当にこういろいろ調べながらみたいなまあ頑張るけどな、選手と同様ね。だからもう2週間というとまだ2週間かって思うけどね俺はね。豊さんそうか、まだまだね、10月までありますので。まあそうだね、永遠続くからなもう。そうですね、本当にもうね体力的にもしんどくなってきてるもういや本当にそうですよ。ただまあね、豊さんの3連戦の振り返りも含めて、はい、ここまでいい、はい、グッドチーム、はい、逆に、うん、バッドチームと、はい、いうのも、まあ、2週間で出てきてる、まあ、まだまだとは思うんですけれども、まあ、大きなお世話だろうけどな、はい、だけど俺の見解だからねそうです、あくまでも個人的な見解なので、はいはい、だからチームが上位だからグッドとは言えないしな。なるほど、そういうことか。だから下だからといってバッドとは言えないし、はいはい、じゃあまず、はい、豊さん的にグッドチーム上げていってもらいましょう、はい、まずは。あ、そういう聞き方する。はい、まずは。いや、それはもう中日だよな。お、現在4月10日時点で、首位の中日。はい、はい、もうとにかく8年ぶりの首位奪還をしたというね、はい、よくやってると思うよ、うん、その1点の取り方もね、まあ、印象的なのはもう細川が右打ちをしてみたいな、はい、ね、やっぱりチーム一体で戦ってるというね、まあ、そういう一体感を感じるし、まあ、一体感がないと本当に僅差をものにしていけないしね、はい、うん、まあ、もうちょっと打ってくれるとは思うけど、うん、だけどその中でピッチャーと、まあ、野手の、まあ、一体感が生まれてきてるという、はい、だからグッドです。グッドで、はい、エラーも、ね、少ないっていうふうにおっしゃってました。まあ、そうだな、二遊間の守りが、まあ、田中美希が入ったことによって、はい、まあ、本当になんか締まった野球になってるというね、うんうん、だからまあそこら辺ではそのグッドで、グッド、はいはい、続いてはグッド、はい、グッドなかなかねセ・リーグは、まあ、でも DeNA、お、 DeNA、 はいはい、グッドだよね。お、グッド、なんて言うんだろう、バウは今永が抜けた中で、うん、まあ、東ちょっと心配したんだけど、はい、まあ、東もしっかりした投球ができるしね、うん、だからあ大したもんだなと思って見てるし、まあ、その2人が抜けた中でも勝ち星を拾ってるというね、はい、まあ、そういう意味ではすごくここまではいいのかなっていう、まあ、今現段階まではっていうことですね。現段階まではね、はい、中日のグッドとはちょっと違うようなグッドだけども、それは例えば中日は、まあ、この先もいいんじゃないか。みんな不安だったの中日最初。そうです、そうです。だけどええって上がっていったでしょ、はい、で DeNA は俺の中ではすごくもっと走ると思ってたんだよ。あ、だけどまあグッドの中だけども、はい、まあ、その中で梶原を使ったものが関根を使ったら途端打ち出したとか、うんうん、はい、だから計算外があるんだよね。なるほど。いや、そこ最初に計算しとけばいいのにみたいな。なるほど、そういうことか、そういうことか。そう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 、はい、で渡来も最初ポーンといったけど、うん、ちょっとこう落ち込んできたとか、はい、だから心配ネタがちょっとずつ出てきてるんだよね、うん、まあその中でもまあまあグッドはグッドだなっていうような感じだよね。まだグッドあります。それとも普通だよ。普通、はい、普通は巨人、はい、ああ、いや、かもなく不可もなく、うん、ただバットに近い普通だけどな。これはなぜかというとやっぱ怪我人が外野手で出てしまったという、はい、ね、うん、だからここら辺が少しバットに近い、まあ、普通というか、うんうんうん、まあ、そんな感じだな。例えばまあ今丸選手、現段階ですけれども丸選手、それから梶谷選手が外野抜けてる、それをカバーできるようなその若手の外野手がやっぱ生まれてこないっていうこともあるんですか、うん、でもそれをまたこうなんていうの、浅野とか使ってたけど、まあ、もう落としたりだとか、はい、なんかちょっと外野手が落ち着かんなっていう、うん、まあ、その中でよくやってるなと思うのはやっぱ菅野が勝ったしね。菅小場で勝ちましたね。そうそうそう、うん、ああいうこともあるんで、まあ、普通にはなってるけども、うん、やっぱこう外野手がちょっと落ち着いてほしいっていうことはあるね。ありますね。あとピッチャーでいうとグリフィンが怪我、あとメンデスは調整で今下にいるというところではこのピッチャーはどうなんですか。もちろんいいものもあれば悪いところ、まあ、最初ね阿部監督も少し試しで使った部分もあんのかなっていうような感じがするんだよね、うん、で、まあ、井上とか松井とか使ったけども、うん、まあ、2人ともあんまりいい結果ではなかったと、うん、でもうその途端泉を上げたりだとか、は
まあしたけどもね、あと高梨投手も上がってきましたね、まあ、そうだね、うん、だからやっぱこう経験値の高い選手を上げてくるという、うん、だからまあ最初はこう少し試しながら、うん、まあ、進んだのかなという意味ではね、うん、まあ、普通かなという感じがするんで、うん、まあ、ただ怪我人もね投手陣にも出てきてるのでちょっと不安なところがありますね、まあ、そうだな、はいはい、他に普通はあります？普通は阪神だな。あ、普通に戻したね。あ、戻してきたんですね。悪かったのが普通に。もう大丈夫かみたいないうことはあったけど、まあ普通に戻してきた。これ普通に戻ったのまずどこが普通に戻ったんですか？あのね、チーム全体は普通じゃないんだよ。うん、チーム全体見るとバットなんだ。バットですね。はい。でもそれ以上にバットのチームがあるから、それに救われてる、救われたという普通なんだよね。だからよくはない普通っていうことなんですね。まあ、そうだね、うん、まあ、こんなもんじゃないだろうということはあるけども、うん、でも春先悪い近本がね、はい、なんかちょっとみんなが打てないから頑張りだしたとか、うんうん、ね、中野もなんかポイントではこう働き出したみたいな、うん、森下が印象的だとか、はい、大山もぼちぼちタイムリーが出だしたとか、うんうん、里寺がホームランが出だしたとか、はい、まあいい要素はあるんだよね、はい、だけど全体的なトータルバランスを考えるとあまり状態はいいとは感じない、うん、そうです、うん、こんなもんではない、うん、だから、はい、でも、まあ、ピッチャーもそこそこ頑張ってるし、そうなんですよ、でゲラとかね、はい、門別とか、はい、岡留とか、はい、まあ、そこそこ期待を寄せてる選手たちが、うんうん、まあ、若手の中でぼちぼち出てきたと、はい、それとやっぱ前川も、うんうん、もうそこそこやってくれてると、はい、いうことを考えるとノイジーに火がついてノイジーは右打ちをしだしてた右しか打たないんだ、もっとガバーンと言ってほしいんだけどもさ、はい、まあでも全体的に、まあ、普通に戻ってきて出るかなという感じの普通だよね。あの先発陣も最初1巡目の時に結構打たれたりもしたりとか、フォアボール、村上選手も先頭バッターフォアボールとかありましたけど、こう2巡目に回ってきたら結構いいピッチングありましたね。まあ、そうだな、まだ不安定だけどな、まだこれを信じていいのかっていうとちょっと自信はないけども、うん、はい、まあでも最初のスタートを考えると、うん、まあまあいいかみたいな感じで、うん、戻してきたのかなっていう感じですかね、はい、さあそうするとバットはね、はい、バットは、まあ、ヤクルトだな、出だし良かったんですよね。まあそうだな、まあ、だけどやっぱりこう中継ぎここら辺がちょっと負担かかるな、まあ、田口投手がいきなり離脱して後ろが、はい、まあ、この前清水投手を抑えたりとか、まあ、日替わりになってるのかなっていう気もしますけど、ね、そうだね、まあ、だけど阪神戦で勝ってて、うん、ね、追いつかれひっくり返されたという試合なんかはさ、うん、まあ、7、8、9、10かぐらいで4失点してるんだよね、はい、うん、でやっぱりそこら辺での4失点っていうのはさ、もう致命的だよね、はい、だからこれじゃやっぱ勝てるチームじゃないし、うん、あとは山田が怪我とか、ね、まあ、ぼちぼち怪我人も出てるし、並木選手もそうですね、うん、だからそういう意味ではやっぱちょっとバランスが悪いなっていうふうには思うよね、うん、あとカープの名前が出てなかったんですけど、カープはカープはバットでしょ、まあ、そうか、そうですね、それはそうだよね、うん、4試合連続無得点これ珍しいよ。あの全員安打とかはしてたりも時もあるんですよ。10安打打って無得点とかな、ホームで相手取れると思ったらリクエストでやっぱアウトだったりとかね、ついてないのか流れがというのか、まあ、流れが悪いよな。ただそういうことを考えると、まあ、中日戦で3連続完封で負けた試合、はい、1-4-1なんだよね、失点が、うんうんうん、で抑えてんだピッチャー、はあ、かわいそうで栗なんか特に、あ、そうですよね、そうだ、そうだった、 1-0 だ、ね、あ、クリオとかね、あ、まあ、そういうのは勝たせなきゃいけないし、まあ、野手の責任っちゃ責任かもわからないけども、はい、クリに多分聞いたら、うん、いや失点する方が悪いって、うんうん、彼だったら絶対言うんだよね、はい、でもやっぱりエースにそういうこと言わしちゃいけないしね、もちろんそうですよね、1点で抑えてるのにさ、うん、だからかわいそうだなと思うよね。だからなんていうのかな、非常にもうバランスが悪いな。なんとかね、これ5月に向けて抜け出していけますか、ま、なんかきっかけ1個あればいい。まあそうだな、うん、まあノリの悪いチームではない、うんうん、あの乗っていければ、はい、あの行くチームだから、はい、だからまあ大丈夫だと思う。まあそれと相澤をうまく使うといいかもなと思うよね、うんうん、はい、でまあ、かたくなに坂倉をもう昨年キャッチャーとして育てたわけだから、うん、まあ、気分転換で一塁をやらせてもいいのかなっていうふうに思うよ、うん、で相澤のバッティングっていうのは
この前なんか先発マスクで久しぶりに出たけども、うんうん、確かなものはあるよ、はい、だから打てるものを優先で、まあ、とにかく危機を乗り越えるという意味では、うんまあ、やりようはあるなっていうふうには考えたけど、だから俺が4月予想した通りに何かこう なってきてるよね。今の順位表だとそうなる。それじゃ困るんだよ、俺が当たっちゃったら天狗になっちゃうからそうかそう。パリーグですけれども、パリーグ、うん、パリーグのグッドは、グッドはソフトバンク、ああ現在首位ですけどもね。まあまあそうだね、うん、まあ山川がねちょっと心配だけども、はい、でも周東が良かったりだとか、はい、まあ、今宮の活躍っていうのがいいよね、うん、あと柳田、はい、選手、まあ、近藤とかね、はい、まあ、そういうところが元気だから、うん、まあ、ピッチャーもそこそこね、うん、まあ、頑張ってるし、そうなんですよ、うん、だからそういう意味では、まあ、グッドだな。おということは同じく1の西武もグッドでよろしいんですか。バットだな。バット、バットだ、俺はバットだ。それはどうしてですか。だってあのチームは負けちゃいけないんだもん、俺の中ではだから優勝だからそうか、ああそうか、だからピッチャーはそこそこ頑張ってる。ピッチャーえぐいですよね。えぐいでしょ。竹内と勝ちましたね。だけど日本ハムで逆転されてるとか、分かりました、はい、ね、とかエラーが多い。エラー現在4月10日時点でパリーグではワーストの6つです。そうでしょ、はい、それも源田が2つしてるんだよ。珍しいでしょ、はい、ね、でやっぱあのチーム全体が打てないっていうことになるとさ、やっぱ守りだけはしっかりしておかなきゃいけない、うん、はい、その中心は誰だって言ったら源田選手だ、うん、やっぱね、この源田のエラーで先取点取られてるんだよね。その後タイムリー打たれて、はい、まあ踏ん張れなかったピッチャーもピッチャーだけども、うん、だけどやっぱイージーだから、そう、源田にとってみれば、はい、あの優勝候補にしてるでしょ、俺は、はい、優勝にしてるし、やっぱあれだけのピッチャーの力を出してくれてる、うん、佐藤龍世っていうのが、ね、あと岸っていうのが、これ並んでバッティングの状態が良くて、うん、そこで得点を上げてる、はい、で外国人も慣れてきてる、はい、いいんだよ。だけど守備で足を引っ張っちゃいけない絶対チームなんだよ。そっかそっか、条件としては優勝するにはね、はい、だからバット。あ、今1位にね、あの並んでいますけどバットなんです、まあ、俺は要求が高いから。いや西武に対しては要求高いよ。それはお前優勝予想か、お前あのプロ野球ニュースで1位予想は俺だけしかいないんだよ。他の方はいなかったですか。多分いないと思う。俺だけだよ。じゃあ誰よりも厳しくなりますね。だから頼むよね、何も言う西武ってことで、ね、そうしたらまあ優勝したら君たちは何を見てんだって解説の鬼の方に。そうそう、まあ、君たちとは話ができないんで、もう次元が違うからって。そうそうそう、見方が違うそのためにの西武の皆さんよろしくお願いします。本当だよ、ね、はい、でグッドは日本ハム、うん、いやいいですね。日本ハムは、うん、佐々木朗希が投げた、はい、今井が投げた、どっちが勝つか、ほとんどの人がロッテ西武って言うと思う、はい、両方ともひっくり返したからね。そうでしたね。あ、もうね、この下位打線、うん、水野とタミヤ、あ、俺これ3位に、まあ、仮にシーズン入ったとしたら、はい、この2人の活躍で俺は涙すると思う。おわ、いや、あのボールへの対しての食いつき方、はい、全然違う。もうレギュラーだよ彼らは。もうレギュラー取っていいですか。もう新庄監督よくあそこまで育てたと思う、うん、水野選手と田宮選手、あ、うん、だから彼らがやっぱその立役者なんだよ、はい、その2人のピッチャーから食らいついてってね、うん、だからそういう意味ではすごくこの下位打線から上位につながる。上位には松本剛が待っている。そうですね、まあ、一番本当はスティーブンソンが当たってくれてれば、うん、もう本当言うことなしなんだけどさ、うん、軍事を使った時に、はい、あのいきなり初球を打って有原から松本を、はい、もうやっぱ当然右に打ってくると思ってたんだ、うん、それを粘って粘って、それは相手もさせないよね、はい、でもそれを打ってヒットにしたんだ、うん、それから流れるように点が入って勝ちゲームにしたんだけども、うん、まあ、そういう姿勢を見てるとあのグッドだな。必死さですよね。でその試合で投げたのが幸也、ね、FA で移籍して初勝利、はい、ね、あの文句言いたいのは加藤だな加藤ストライクばっかり投げるのはいいけどもちょっとひねって考えた方がいい。もうそろそろね、打たれちゃう。もう分かってるからストライクが来るのは、ね、ブン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 振られてさ、はい、ブン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 ヒットになってるんだよ、はい、だからちょっと考えないと投球を、うん、だから自分で貸してるフォアボールを出しちゃいけないんじゃなくて、うん、出してもいいんだにもう転換していかないと、うん、
じゃないと投球幅ができない。もう自分で苦しんでもストライクばっかり投げるからそれは打たれちゃうってことなんですね、うん、そうか。そしたらね、加藤が勝ってればもうグッドのグッドだよ。ああ、そうか。その分の1個もグッドが減った分はそこなんですね。そうそうそう、だから加藤頑張らないとね。そうですね、はい、さあ他はロッテ、オリックス、楽天ありますけれども、普通はとかバットは、あのね、はい、バットグッドバットグッドがあるんだよ。バットグッド、はいはいはい。グッドは楽天の今井監督なんだよ、うん、はいはいはい。バットは選手なんだよ。なんだそれ。あえて出すとする、はい、これはね、今井はいい監督になる。作戦の立て方がピタッピタッピタッといく、はい、それと迷わない、はい、ね、でそこで選手がパパーンと動けた時は逆転したの、うん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 、すぐ逆転されて、あれ、あれみたいな。いや、これは楽天の、ね、うん、ペースになったぞって、これはいかないとって言ったらもう打たれちゃう。それ選手の責任ですもんね。もうそろそろ。そうか、まあ、負けら監督の責任って言うけどさ、うん、やっぱそこは頑張ってよみたいな逆転したんだからとかね、点やりしたんだからとか。でも作戦の立て方だとか、うん、選手の駒の使い方だとか、うん、そういうのは今井監督っていうのは、うん、これはいい監督になると思う。ただやっぱ選手がバットだと、まあ、バットというか、まあ、バットっていう方は良くないけど、まあ、調子がついてこないというか、うん、あ、その今井監督のやりたい野球に今状態が悪いからね、うん、だからちょっとついてこられてないということと、うん、駒が足りないということだよね。だからもう少し駒が揃ってればなっていうことは、うん、ちょっとあるけどもね。なるほど、うん、なのでグッドバットが混在しちゃってるってことなんですね。混在してますね。そうそう。さあ残りロッテ、オリックスですけれども、まあ、ロッテは普通に戻ったかなっていうの感じがするな。あ、最初出だしっていうのはバットだったんだけど、はい、まあ、ちょっと戻してきたかなという、うんうん、まあ、これは選手の頑張りもあるし、はい、まあ、西野が勝ったりとかね、うんうん、しましたね。まあ、種市が初戦で勝ったりだとか、まあ、したから良かったけど、まあ、三馬がね、あ、そうなんですよ、ここ数年なあ、はい、使うたんびになんかこうもうちょっとかわいそうになるぐらい打たれるとかね、はい、まあ、だけど、まあ、例えば中村が多少良くなってきたりとか、はい、そういう意味ではその荻野が活躍したりだとかさ、うん、まあ、ベテラン若手噛み合って、うん、だんだん来たかなという感じがするよね、うん、だから普通に戻した、まあ、普通に戻したな。じゃあオリックスもう大バットだよ。これ大バットが出ましたけどまあそりゃそうですよね。まあ、山下俊平だと竹内の投げ合い見たら、はい、どっちがプロ入り先なんだっていうような感じだよね。結局制球力の悪さで負けたもんね。だからまあそういうことも含め宮城が勝ててないっていうこともある。なぜ勝ててないかっていうと、うん、点が取れてない。軒並み主力が悪い。本当びっくりしちゃうぐらいなんですよ。だからまあバットだよね。確かにそうですよね、うん、まあ、あのチーム打率が唯一の1割台1割9分チームで1割9分っていう、まあ、まあそうだな、はい、だからまあ主力がね早く復活してこないと取り返しのつかないことになるよね、うん、そうですよね。まあ山本、山崎幸也抜けたとしても、うん、やっぱり A クラスに押す人とかもたくさんいるんで、はい、やっぱそれだけの実力があるということだから、うん、やっぱこの位置にいるっていうのはやっぱバットだな。そうですよね、まあ、開幕してからまだ2週間とはいえやっぱりファンは自分のところのチームがちょっと低迷してたらもう気になりますし、まあ、可愛いからな、いや、それ自分のチームがな。ですよ、やっぱりまだ この試合これぐらいしか試合してないよと言ってももう最下位のチームもドヨーンとファンはなっちゃってるんで。俺コメント欄予想しようか、はい、森内さん、うん、まだタガが2週間だから、ま、それ毎回言われる、それ毎回言われる、それ阪神さんの時も言われたんですよ、まあ、心配しなさんなって言われるって言われるけどな、まあ、だけど、うん、このなんていうのスタ、やっぱ何でもそう、マラソンでもそうだけどさ、はい、スタートダッシュが遅れるっていうのは、うん、やっぱ追い上げにね時間がかかったりだとか、うん、しんどさがあるんだよ、うん、やっぱね長いペナントレース、やっぱマラソンに例えると、うん、スタートダッシュが遅れたっていうのは相当な負担をチームが背負うっていうことで、うん、そのリスクはあるわけです、ね、だから心配していいよ。もっと心配しよ。よかった、もっと心配しよ。いや本当に。よかった。まあね、普通で飛び出す方がいいのか、うん、やっぱ飛び出した方が余裕があるのかって言ったら、うん、やっぱね飛び出した方がいいんだよ。うんうん。うん、
あの中日なんていうのはちょっと心配なのは中継ぎが登板型になるんじゃないかっていう心配はあるにしても、はい、やっぱりねチームがいいところにいると、うん、選手って頑張れるもんなんだよ。そうか、モチベーション違いますもんね。そうそうそう、うん、いやだからやっぱ飛び出したチームがやっぱり有利だということだよね。そうですよね、はい、はい。